以前加藤清隆さんが松井市長に文化人への出演依頼をしていました。加藤清隆氏、松井市長に謝罪&文化人放送局に出演希望。松井市長はフォームページからお願いしますとのことでしたが、ご年配の方には難しそうだなと思った覚えがあります。月日が経ちましたが、上海電力の件で再度出演についてやり取りしていました。山口の隆起氏は大阪市の幹部と口裏合わせしたんだろうけど、医師にとっては最悪の握手です。 PS 私は松井一郎さんとは面識ないけど、どうも嫌いにはなれない。繰り返しますが、橋本徹さんを守るために当時の大阪市幹部に責任をかぶせることだけは本当にやめた方がいい。そのやり方に正義も勝ち目もない、というツイートがありました。鍵括弧の中身は山口さんの記事の引用のようです。文章のほとんどが山口さんの言葉になってしまっています。一見引用ではなく、加藤さん自身が発言しているようにも見えますね。これに対して松井さんが答えました。加藤さん、ずいぶん前にテレビでお会いして記憶がありますが、記憶違いでしょうか。と言っても親しく話したわけではありませんが、少なくとも妄想幻想で発信されるジャーナリストとには見えませんでしたが、僕が市幹部と口裏を合わせた、市幹部に責任をかぶせる、捏造はジャーナリストとして致命傷ですとのことでした。加藤さん自身の言葉と解釈しての返答のようです。法的手続きに問題がないイコール責任をかぶせる必要もないということでしょうか。松井一郎様、わざわざご返事をいただき本当にありがとうございます。ただ私のことを捏造はジャーナリストとして致命傷とありますが、私はあくまで山口隆起氏の言葉を引用したまでです。分かってます。とにかく一度私の番組に出ていただき、納得いくまで話をしませんか。お待ちしておりますとのことでした。捏造はジャーナリストとして致命傷と言われたからか、分かってますと煽り返しました。加藤さんらしくもない。山口さんの引用はあなたも同じ意見だからってことでは。以前にもツイートしましたが、番組出演のオファーはメールで調整しますのでご連絡ください。日程が合えば対応しますとのことでした。以前はフォームページだったかと思いますが、フォームに入力すると松井さん側に情報が届くイコールメールで調整と表現しているのかなと感じました。この後時系列が前後しているかもしれませんが、6月1日の山口さんの Facebook 記事でこのようなやり取りがありました。山口の隆起、大阪取材ひとまず終わりました。加藤清隆さん、松井市長が俺に絡んできた、番組に来ませんか。山口の隆起さん、加藤清隆先輩、 Facebook 上での出演以来、加藤先輩のご用命なら万難を排して参上しますよというものです。こちらでのやり取りで山口さんの出演 OK が出たからか、6月2日に加藤さんがツイートします。松井一郎様、文化人放送局への出演を検討してくださるとのこと、誠にありがとうございます。東京出張の折に銀座7丁目のスタジオにお立ち寄りいただければ幸甚です。山口則之氏と2人で対応させていただきます。日程調整についてはプロデューサーから連絡させますので、どうかよろしくお願いいたしますとのことでした。加藤さんの文章が丁寧になりました。プロデューサーさんからフォームなりメールなりで連絡をすることになったようです。手慣れてらっしゃるでしょうから、連絡がちゃんとつきそうですね。この後 Facebook の発言のスクショのリプライを松本市長が引用リツイートされました。松井さん、びっくりするぐらい二枚舌ですがいいんすか。このやり取りが事実であれば、 Twitter で因縁吹っかけやがってこの野郎ってことなんでしょうねと、開始前からバチバチの状態です。山口さん記事引用やフォームページなど Twitter でのやり取りがうまくいってない印象があります。直接相対すれば誤解が解ける部分もありそうです。起きた問題の整理や法改正など今後の対処を建設的に議論していただけることを祈ります。法改正で謎の新生物哀れみの霊が出るから、健康くんは僕を殴れなくなるね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。